ということで今回はとあるマシンをご紹介つつ、久しぶりにですねお外で走らせていこうと思います。ということで、はい、どうも LC レーシングBH1。 こちらはですね、 LC レーシングさんから販売してる14分の1サイズの肉バギーなんですけど、あれこれ前もやってなかったって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、以前ご紹介した時は組み立てキットしかなかったんですよね。なんですが今回ですね、組み立て済みのキットが発売したということでこちら買ってみました。ということでまずはこちらを開封してご紹介しつつ、以前ご紹介したこちらの組み立てキットとの違いをですね見比べていこうと思います。テイク。ということでオープン。まずは本体、それからこの中に敷いてあった箱の中にウイングとか工具とか、あとはステッカーなどなど入ってますね。ということで中身はこんな感じになっております。ではですね、ボディとってこの中身見ていきましょう。こんな感じでですね、サーボとモーターは搭載済みなんですよね。で、組み立てキットの方にもサーボ付属してるんですけど、このサイズのサーボってちょっとちっちゃいので珍しいんですよね。なんで、サーボが付属してるっていうのはすごい嬉しいですよね。それからですね、モーター、組み立てキットの方はモーターが別売りで、かつオンラインストアにもブラッシュレスモーターしかラインナップがなかったんですよね。でブラッシュレスモーターだと走らせるサーキットによってはちょっとスピードが速すぎるってご意見もちょいちょいあったみたいで、この組み立て済みモデルの方はブラッシュモーターが付属している状態になってます。なのであとはプロポ&受信機と ESC とバッテリーを用意すれば走らせる仕様になってると。ただこれモーターの配線がついてないので、ここはね、おそらくハンダ付けが必要なのかなって感じになってますね。ということでですね、もうちょっと細かい部分を組み立てキットと並べて見比べてみようと思います。2台並べてみるとこんな感じ。こっちが組み立て済みのモデルで、こっちが組み立てキットのマシンですね。こっちの組み立てキットの方はオプションパーツ結構モリモリつけたので、ノーマルの状態ではないんですが、オプションパーツを入れてない部分でこちらと仕様が違う部分お伝えしていきますね。まずはですね、バンパーのシリンダーなんですけど、組み立てキットはアルミシリンダーが標準装備されてますが、こっちの組み立て済みモデルの方は樹脂のシリンダーになってます。でもこのキャップとアジャスター、これはアルミですね。で続きまして、タイヤを外したここホイールハブなんですけど、組み立てキットはアルミで組み立て済みは樹脂が使われてますね。それからギアカバー外したので、この駆動系を見ていただきたいんですけど、組み立てキットの方はスリッパークラッチがね装備されてるんですけど、こっちの組み立て済みモデルの方はスリッパークラッチが付いてないダイレクトなスパーギアが付いてます。そして最後にモータープレート、こっちの組み立て済みモデルの方は赤色のブラシモーター用のモータープレートが付いてると。ここまでがオンラインストアに書いてるこの2台の仕様の違いなんですが、どうやらですね、このピニオンも違うみたいなんですよね。組み立てキットのピニオンの端数が21で、組み立て済みモデルの端数は20でしたね。ということでですね、この2台の違いはこれくらいしかないんですけど、この2台ですね、価格差があるんですよ。普通だったら組み立ての手間とかがかかってる分、パーツのグレードをちょっと下げて同じくらいの金額って思うじゃないですか。違うんですよ。なんとこちら、いやちょっと待ってください。まずですね、この組み立てキットの方はモーターは付いてないんですけど、その代わりアルミシリンダーだったりスリッパークラッチだったりアルミパーツが多い状態で税込み 19,800 円ですよ。でですね、こちらの組み立て済みモデルの方は 15,000 円、かっこ税込み。基本的な構造は同じで、ちょっとずつ樹脂パーツに交換してあるとはいえですよ、アルミシャーシの本格的な肉バギーが15,000円ですよ。めっちゃ良くないですか。でもですね、この仕様でどんな走りを見せてくれるのかまだわからないので、ちょっといい感じのメカをこの子に積んで走らせていこう。はい、ということで移動してきました。今回はですね、場所も非公開、スーパープライベートな内緒のサーキットの一角をお借りして走らせていこうと思います。ちなみにですね、搭載した ESC はホビーウィングのクイックラン1625で、受信機はラジオリンクの R4FGM を載せました。ということで早速走らせていこう。
ずはコースをしっかり知りたいな。うわここジャンプが結構反り立ってる。ちょうど見えなくなるからめっちゃ怖い。ジャンプや。なんとかいけた。楽しい。早いんだよね。気持ちいい。細かいセクションでもね、めっちゃステアリングの効きがいい。うわー、かっきー。そしてバンク、そして最終セクション。これめっちゃ扱いやすいぞ。操作に対してね、ちゃんとリニアに動いてくれるからね、すごい扱いやすい。この2連ジャンプ超えたいな。惜しいな、ちょっと行き過ぎちゃったね。でもこのマシンだったら空中姿勢もコントロールできるから、頑張ればいけそうな気がするな。ちょっとビビってスロットル抜いちゃったな。もっと握ればよかった。よし行くぞ。いけそうでいけないな。でも今ので分かった、ちょっとバックフリップは無理だから、バックフリップしないように飛距離を伸ばしたいね。もう一回やろう。いやでも15,000円でこのクオリティってすごいよね。めちゃくちゃ満足感あるんだけど。おお、かっけえ。そうです。うわーすげー、めっちゃ楽しい。はい、だいぶ操縦にも慣れてね、ジャンプバンバン飛ばしてたら出ました、ダンパーオイル。まさかここが緩むとはって感じですね。やっぱ樹脂だからどうしてもちょっと伸びちゃうのかな。いやーでもスペックオーバーなジャンプさせちゃったからな、私が悪いな。いやーでもこのマシーンめっちゃいいですね。想像以上に良かった。走りのクオリティもついてる装備品とかも考えると、15,000円でいいんですかっていう感じのレベルでしたね。まずですね、ブラッシュモーターなんでそんな速くないやろっていう部分と、あとはアルミパーツが少ない分剛性感の緩さとかもあるのかなって思ってたんですけど、これ全然このままでいい。というかですね、ガッチガチにフルオプションにするとダンパーとかきっちり決めないとかなりシビアになっちゃうんですよね。なんですけどこの子は多少ミスってもごまかしてくれて、めっちゃ操縦しやすかったですね。それでいて何よりも380モーターなのにすんごい速いんですよ。だからなんというか、速いのに動かしやすいから、これ前も言ったと思うんですけど、上手くなった気にさせてくれる。やっぱこれめっちゃいいわ。なのでですね、バギー
買おうかなって考えてらっしゃる方はぜひですねこの子も候補に入れてあげてください。いやー今日もめっちゃ楽しかった。バリー。